政府の新型コロナ対策分科会の尾身会長は今朝組織委員会を訪問し、オリンピック・パラリンピックで観客を入れることによる感染リスクなどをまとめた提言書を渡しました。先ほど尾身会長から大会に伴う新型コロナウイルス感染のリスクについてご意見をいただきました。午前10時から始まった組織委員会の感染対策を話し合う会議の冒頭で、橋本会長が尾身会長から提言書を受け取ったことを明らかにしました。橋本会長は、尾身会長の提言も踏まえて議論してもらった上で、そのアドバイスをもとに5者協議に向けてしっかりとした対策を打ちながら観客の上限を決定していきたいと話しました。